ルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当か、ナミ。島に流れ着いてすぐ、この浜よ。でも、その後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ、島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。 冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いて。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持って。 遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。ん？あ、お、あ、 出てきたな。ぶっ飛ばしてやる。
抜けなそうな相手に。 俺の体、こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて、あっちな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。 最後は炎の攻撃も弱まってるな。おい、それ俺の帽子。 なんだ？体からなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。 次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ危ない。お上際の悪い野郎だ。 力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ、みんな下がってろ。俺がゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。 おかしいわね。私も能力が使えない。違うわね。
使い方を思い出せない。盾には俺がなる。俺に任せろ。なめんじゃねえ。なんで私なのよ。任せて。はこれは一筋縄ではいかなそうね。任せて。結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何を知らなかった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。